くお菓子さ買いに行ってた時のさ、うん、めっちゃうるさいさ、車がうるさかった。そう、あなんかブーンっていうさあったっけ、うん、めっちゃ速い。僕今日は1月の27日金曜日です。6歳、6歳になったので後祝いで今日何食べに行くんだっけ。特別にゴー君だけお休みで、うん、あのフルーツ狩りに、あ違う、フルーツ食べ放題に行くね。楽しみだね、うん、その後じいじとばあばに会って何か買ってもらうんでしょ、うん、何買ってもらうの。たまごっち。たまごっちか、見てみようね。ピザ、これはチュルチュルです。来ましたね。僕何すんの。どれがいいんだろうね。どっちがいいんだろうね。どっちも2人ともパスタなんだって。じゃあこっちとこっちにする。トマトソースとモッツァレラの、うん、もう無難がいいよね。分かった。でそうすると、ゴーとレイは6歳だからこれ安っ。でこのメインとフルーツ食べ放題とドリンクバーとサラダバー。すげえ、すげえな。で私これ、え大人のメニューはどれなの。で大人はこのこれだから、私はいつもここら辺。わあすげえ。ケンタピザがいいな。ピザでいい。私ピザかな。ゴー君どのピザ食べてる。パパピザにするから少し分けてる。うん、ブルーベリーだそれ。でもさ写真に載ってても今はあるか分かんないから。これがいい。グミの恵み。パスタ、はい、カツのパスタセットが1つ。あじゃあ次何かあったね。何があるかね。ここにあるサラダ全部食べていいんだよ。うわしかもジュースも、ジュースもだよ、ジュースも。うわティラミスあるじゃないのよ。うわいいですね、すごい。ゴー君この煙何これ。なんかブドウベリー。ブドウベリー、え、ぶどうもあんじゃん。最高じゃん。ぶどうベリー。はい。ゴーくんは何を選びましたか。ブルートゥー、ナシとリンゴとパイナップルとコーン。美味しそうだね。これ、白ぶどう。白ぶどう、よかったね。いただきます。はい。どう、俺。美味しい？最高？よかったね。レイ君のすごいよこれ。ゴーそのコーンが気になってたね。バジルみたいな。どう？めっちゃうまい。おお、よかったじゃん。じゃあ大人も取ってこようかね。で子供たちはパスタにし、トマトパスタにしたのでランチを食べましょう。レイ君がちょっと行ってくるね。レイ君ちゃん、なんか多めに取ってくるね。マミヤ、レイ君がスルスル見てます。おいしい。何これ、何これ、うん、食べてごらん。ちゃんとレシピ。ラノブロだ。こうやって皮を取るやつ、こっちで取るやつだ。ほら、うん、どう。あ、じゃあ置いといて、それを。サラダバーとチキンスープです。じゃあママ行ってくんね。はいよ。めっちゃ食ってんじゃん。レイ君はもう無言で食べてんじゃん。うまい？なんか、なんかブロッコリーもあるけど食べる。これさ、ゴー君、これフライドオニオンっていう玉ねぎをパリパリにしたもん。あとこれオクラ知ってる？オクラね、多分好きだよ。じゃあいただきます。映ってるよ。ゴー君これポテトサラダ。
全部美味しいね。どうですか？よかったね。レイ君はまだ。二人でねランチ来てる。いいよ、ボブ。どうぞ。上手。難しい？大人だね、もう。おしゃれだね。上手。ユンのお腹のここの中でくる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 。レイ君、外で食べたかったもんね、ずっとね。優しいね。僕も優しいよ。いつもありがとう。手つないでくれたもんね。レイ君だって、めっちゃ手つないで。偉いね。うまそう。上手に食べれるようになったね。めっちゃ食べております。あの人は無言です。めっちゃ美味しそうだよ。食べてみな。ぶどうです。しかもこれ薄い、薄いから食べやすい。そしたらもう終わりでいいか。いただきます。入れてるよ。わお、うまイタリアンピザ。バーネ。ビヨーン。すごいことになってるね。パイナップル。すごいな。いや、カメラで写して。どうやって食べるの？汚く食べないためにちゃんとやる。分かって。おお、一気に。僕はバジルコーンをずっと食べてます。これはい、でパパはあのドルチェを3つ頼めるんでティラミスを頼んでみました。これはカフェオレです。レイ君、これ何？みかんゼリーです。綺麗だね。おー、綺麗。プニルンズの元みたい。これで、ごっくんはデザートは？もうお腹いっぱいなの？じゃあこの後バーバとビッグカメラで待ち合わせだね。楽しみだね。たまごっちあるといいね。楽しかった、ここ。あ、本当？よかったね。また来たいですか？ほんま興味ない。興味ない。そうっすか。ママ興味ない。何？あんま楽しくない。お、ママそれ何？クリームブリュレ。Yes. いいね。大人は3個選べる。ゴーはもうドルチェいらないんだって。チョコプリンとガトーショコラです。僕も取りたい。じゃあパパが食べるとこ取って。いくよ。
は。いただきます。はい。あ、やばい、コンタクトがどっか行っちゃった。美味しそうに食べてます。バイバイって、え、なんで言ってたの？電話の意味。え、バーバーなんて言ってたの？大事だよ。なんて言ってたの？実家考えてお金を入れると、うん、うん、おもちゃ買うって言ってた。何時に言ってたの？わかんない。またかけ直さなきゃじゃないの。バーバーだけどね。おもちゃ買いに行こうになって、これからバーバもご飯食べて、食べたもん。ごめんなさい。僕食べる、チョコケーキ、うん、はい、うまいよ。ガトーショコラ。これからバーバもご飯に食べるって。おー、さすがレイ君。ご飯食べ終わったらさ、うん、また連絡してる。さすがレイ君、ありがとう。ゴーと全然違うわ。すごいね。めっちゃしてたよ。何した？お店の人がご厚意でクレヨンをくれました。色鉛筆か。しかも新品の色鉛筆をくれたんでね、すごいよね。ゴー君はもう再現率がすごいよね。かまどの中の火とかさ、このマルゲリータピザのこのスワローとかさ、